私は中学生の時に東大の学園祭のアイドルコンテストに出場して優勝しました。それをきっかけに映画ファイティングリに出演して近藤真彦さんの恋人役を演じました。レコードデビューもしました。当時松田聖子さんが絶頂期でした。貝殻のビキニ覚えていますか？あの時は本当恥ずかしかったです。武田久美子さんは現在も時々テレビ画面に出てきて元気な姿を見せてくれます。とても弟思いの人で、二人でトーク番組に出ているのを見てこんな姉さんがいたらいいなぁと思いました。十数年連れ添ったジェームスさんと離婚するそうです。国際離婚だとか両方の国の法律をクリアしなければならないので大変そうです。ご自宅にルールがあるのでしょうか？離婚報告のブログの写真にルールをバックににこやかな笑顔の久美子さんが写っています。